野球ファンの皆さん、世界一を取りました日本代表稲葉篤紀監督です。おめでとうございます。今ここ東京で世界一での胴上げ、どんなお気持ちでしたか？いや、もう最高です。はい、監督、勝利の瞬間目に涙が見えました。どんな思いが思っていたんでしょうか？いや、もう日の丸をつけて、もう野球界のためにとにかく世界一になりたいという思いが非常に強かったですから、まあ、なんとか勝たせてあげたいと、もうそんな一心で、本当に選手がよく頑張ってくれました。この決勝戦はライバル韓国との対戦、本当に厳しい試合になりましたね。そうですね、まあ、やはりアジアのライバルとして韓国チームは非常に強いですので、まあ、今回世界一にならさせていただきましたけども、まあ、来年のオリンピックありますから、まあ、そこでもいい勝負ができたらと思います。今日の決勝戦、先制は許しました。ただ本当に総力戦で勝ちました。どんなところに勝因感じてますか？そうですね、もう選手が諦めないと、もうそういう気持ちでやってましたので、必ず逆転できると信じてました。今世界一を達成した選手たち、どんな言葉をかけたいでしょうか？いや、もうとにかく宮崎合宿から始まって、もう選手は日々ね、練習に取り組んでくれて、もうとにかく世界一になりたいという思いが強かったですから、もうとにかく本当もう選手のおかげです。前の悔しさもありました。この世界一までの道のり、どんな風に今振り返りますか？私自身も前回はコーチとして入れさせてもらったんですけれども、まあ、ここで非常に悔しい思いをしましたので、まあ、なんとかやり返したいという強い思いを持って臨みました。また選手もそれをしっかりやってくれたと思います。そして今稲葉監督の手元には世界一のウィニングボールがありますが、このボール、そしてこの世界一、日本野球のこの先にどうつながっていきますか？そうですね、やはり、まあ、皆様に少しでも野球を通じて、勇気をそういうものを与えられたんじゃないかと思います。まあ、来年オリンピックがありますので、また半年以上ありますけどもね、世界一が取れるようにまたしっかりいい準備をしてやっていきます。全国の野球ファンの皆さんにお願いします。はい、今日はたくさんの方に応援していただきまして本当にありがとうございました。選手たちは皆様の応援が本当に後押しになって、この逆転劇生まれたと思います。またオリンピックもありますけども、皆さんと一緒に戦っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。